はい。冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオでは行動中心アプローチの評価の週ですけど、いい評価方法と悪い評価方法について話したいと思います。このいい評価方法かどうかっていうのを考えるときに、役に立つ視点がですね、3つぐらいあるんですね。で、1つは妥当性ですって。で、あの、これは評価すべきものを評価しているかどうかということです。あの、前のビデオで話しましたように、会話の授業などに、 会話文の読解の試験をして、その言葉とか漢字の試験をしていたら、これは会話、会話力が身についたかどうかはわかりませんよね。で、えー、なんでかっていうと、これがダメなのは、会話力のテストをしなければいけないのに、えー、読解のテストをしているからです、えー。これがこの妥当性の問題ですね。で、2番目は、えー、っと、この,、えーのー、申請性の問題です。はい。これはですね、要,はあの要するに、本物らしさという意味ですね。 で、えー、あの、言葉をですね、中心に考える、あの、文系アプローチの方では、えー、その言葉を使う場面をですね、無理に考え出さなければいけない時があるので、あの、あまり現実的ではない状況の試験を作ってしまうっていうことが結構あるんですね。えー、だけど、えー、行動中心アプローチでは、あの、まず行動とか場面があって、で、そこから、あの、そこで使われる言葉を考えますから、この申請性に関,あの関する問題は、 あままり起きません、えー、でただですね、あえて行動中心アプローチの中で、この申請制について考えなければいけないことを挙げるとすると、例えばですね、<laughs> ごめんなさい、例えば現実にはそのスマートフォンとか辞書を使,使うことができますよね、実際の仕事中とかは。でもそれを試験では禁止するとかですね、あるいはその手書きする必要がないのに、あの紙の試験で手書きをさせてしまうとか。 そういうのは、あの、この申請制のところで、えー、ちょっと問題があるかもしれません。てか、問題があります。はい。えー、っと、それからですね、その目的を達成するための方法っていうのは、大体、いくつかあることが多いんですよね。で、例えば、その、この後で紹介する、地図を買うタスクとかでも、あの、店の中の表示がわからないときは、それを店員さんに聞いて確かめるとかですね、えー、そういうできないことを避ける能力っていうのがあれば、その、 それでも問題がないこともあります。えー、最後、その3番目は信頼性っていう問題ですね。で、これはですね、例えば JLPT とか、あの、大学の入学試験とかですね、えー、大勢の人が受ける試験の時などに注意しなければいけないことなんですね。で、これが、あの、結果が時によって違うとか、あるいは担当する先生によって違うっていうようなことがあったら、その評価の信頼性は低いというふうになってしまいます。 えー、ただ行動中心アプローチの場合はですね、えー、実際にその行動をやってみせるとか、えー、あるいはその成果物をですね、えー、持ってきたりする、それを評価したりしますので、えー、最初の妥当性と信頼性の問題さえなければ、信頼性の低い評価というのはあまりなりにくいのではないかなというふうに私は思っています。はい。えー、で、今出てきた、あの、 ちょっと言葉が出てきましたけど、具体的な方法ですね。行動中心アプローチの評価の具体的な方法ですけど、えー、先ほど申し上げました通り、えー、あの行動中心アプローチはその行動が中心なんで、評価も行動をそのまま見るのがいいです。で、えー、行動を評価するのは一般的にはパフォーマンス評価というふうに言われていますね。で、えー、実際にあのその行動をやってみせるという意味です。 で、やってみせるにはいくつかの方法があります。で、えー、一番わかりやすいのはこの、あの、実演というものですね。はい。で、えーうん、あの、まあ、例えばここにあるのはもう随分前の、あの、初期の頃のこのコースの、あの、CDS なんですけど、えー、あの、天に増します我らが父よっていうのが、えー、これがその主の祈りっていうやつですね。キリスト教の。はい。で、えー、あの、これを、 あの、教師の前で言うことができれば、もうその行動ができる。その、死と信条っていうですか死徒信条を唱えることができるということはわかりますよね。はい、えー。それからですね、自己紹介とかプレゼンテーションなどのように、えー、相手がいなくてもやりやすい行動っていうのはこういう実演に向いています。えー、あと、例えば、日本語を使ったパソコンの操作とかも、えー、その場でできるので、えー、向いていますね。 えっと、この続きちょっと足りないので、またすみません。次のビデオで話をしたいと思います。一旦ここで失礼します。ごめんなさい。